桂先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。洋服のお店のアルバイトの面接の練習をじゃあ一緒にしてみましょあります。はい。う。はい。今、ショーンさんは座っていますか？あ、座っています。そうですはい。よね。じゃあ面接なので、まず部屋に入るところからやってみましょうか。入る？あ、じゃあ、OK。はい、じゃあ一度立ってください。ここにドアがあります。まずショーンさん、ノックしますよね。はい。何回ノックしますか？3回？うん。3回？そうですね、いいです。3回ノックしてください。ノックノックノック。はい。どうぞ。ガチャ。こんにちは。はい、入りましたね。はい。こんにちは。こんにちは。どうぞおかけください。はい。おかけくださいなので、お座かってけ。くださいとは同い。じ。そうです。あ、はい。すいません。あ、いいですね。面接のポイント。はい。面接の時に大切な言葉が一つあります。これ読めますか？読めない。はい、失礼しますはい。あ、で失礼します。もちろす。はい、これ大切ですね。ん。うん。失礼ノッしノッます。ノックして、はい、そうです。どうぞ、言われたらガチャ。失礼します。失礼しね。ます。はい。入るときに言います。それから、どうぞ、おかけください。座ってください。座るときにも失礼します。座ります。うん。わかった。はい。面接の最初に2回失礼しますが言えるといいですね。了解。はい。はい。そして、自己紹介するときは丁寧な言い方がいいですよね。ちゃんと申します。よろしくお願いしました。はい。お願いはい。しそうですね。お願いいたします。ショーます。お願いいンさたんします。の、はい。フルネームの方がいいんですが、どうですそう、ショーン・ハインドと申します。よろしくお願いし、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。よろはしい。くお願いいたします。はい、とてもいいです。はい。その時に少しこう、会釈するといいですね。お辞儀します。ショーン・ハイドと申します。よろしくお願いいたします。ショーン・ハインドと申します。よろしくお願いいたします。とてもいいです。はい。そして、面接の時は、会話のキャッチボールです。トークバックが大切ですね。はい。はい。終わります。いいえ、終わります。大丈夫です。終わります。だと、キャッチボールにならないので、頑張ってトークバックしましょああ、わかった。う。でも、ちょっとでもいいです。ちょっとでもいいので、こう、会話、カンバセーションになるようにしましょうね。そうすると、面接がとてもいい感じになると思います。グッアトモスフィア、いい感じ、いい雰囲気になると思います。わかっはい。た。それでは、ストップシェアリングをして、面接始めましょう。いいですか？いいですよ。それでは、もう一度じゃあやりましょうか。立ってください。はい。ポイント失礼します。気をつけて。準備ですか？はい、いいです。どうぞ。どうぞ。失礼します。はい、どうぞおかけください。失礼します。はじめまして。はじおめ名まして。前をお願いします。
はい、ショーン・ハインドと申します。よろしくお願いし、よろしくお願いいたしました、いたします、すいません。はい、ショーン・ハイドさんですね。ショーンさん、日本に来てどれぐらいですか？日本来て、11月間ぐらいいます。おー、11ヶ月間ですか。そうです。おー、いいですね。いつまで日本にいる予定ですか？1年間もちょっとです。うん、1年ぐらい日本にいるつもりですか？はい、はい、はい、わかりました。日本はどうですか？日本大好き。そうめっちゃ楽しみし、よりおいしいし、もう物価安い、うん、本当に大好きです。そうですか、うん、物価も安いですか、日本は？と思います。カナダより、安いです。あ、ショーンさんはカナダ出身なんですね。はい、カナダのトロント出身です。うん、そうですか。どうして日本に来ましたか？大学生の後で私の初めて仕事の時、私の会社はフランス語と英語喋るの会社から、フランス語学校、払います。でも、その時、私はフランス語もう話したから、他の単語習いました。そうです。習いたいと思ったんですか？そう、そう、そう。じゃあ、ショーンさんは今、英語とフランス語と日本語ができるんですね。そうですね。すごいですね。その時にどうして日本語を選びましたか？難しいの言語が覚えたかったから、例えば韓国語とかロシア語とか日本語もうその時日本より和食大好きだったから、日本語を選んだ。そうなんですね。どんな和食が好きですか？本当に全部けど、多分一番最近一番好きは多分 TKG と焼肉大好き。お、焼肉が好きですか。はい、TKG は何ですか？あ、卵かけご飯です。卵かけご飯が好きですか。はい、へえ、ほぼ毎日食べる。そう、そう、TKG。 面白い方ですね。カナダで生の卵は食べられますか？おしゃれなレストランで食べられるけど、家で、多分食べられるけど、ちょっと危ないかもしれない。そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。今、ショーンさん、日本語とっても上手ですが、日本語どれくらい勉強していますか？なんて言うんだろう。カナダの日本語学校多分3ヶ月間ぐらい勉強した、でもその時、多分ひらがなとかカナダだけ覚えた。そうですか。でも COVID のコロナウイルスの時、はいはい、毎日デュオリンゴを使ったとか、もうテラスハウスをテレビに見た。もう日本語学校もいた。だから毎日勉強したけど、ちょっとだけ
その時、擬音めたかったけど、全然話せなかった。話せなかった。なるほど。じゃあコロナの間は自分で勉強したんですね。そうです。そう。うん、すごいですね。うん。はい、もう、日本に来た時、2ヶ月間、井戸橋の日本語学校にいた。もう今ホストファミリーと住んでいるから、そうですか。そうだから毎日いっぱい喋る。それはとてもいいことですね。はい、とてもいい。本当に。そうですか。超ラッキー。そうですね、超ラッキーですね。はい、それでは、そうですね、JLPT の試験は受けたことがありますか？ないです。ないです。多分、今から6月間、多分 N3 とか、たまま。N3 を受けるつもりなんですね。はい、わかりました。いいですね。それでは、どうしてこの仕事に応募したのか、志望動機を教えてください。はい、この店のスタイルはすごい興味があるし、ファッション大好きから、もう顧客様と話したい毎日から、いい仕事と思いました。そうですか、ね、話すことがお好きなようなのでいいですね。はいはい。これまでファッションの仕事をしたことがありますか？経験ありますか？実は知ったことないけど、ちょっとファッションはちょっと趣味っぽいだから、すごい興味があるだから、働きたい。もう、でも営業の仕事は多分9年間ぐらい経験ありますか。そうですか。それはカナダの会社で。そうですね。ああ、なるほど。営業の仕事はどうでしたか。営業の仕事好き。多分お客様は助けると、相談する。だから、嬉しいご客様は私にも嬉しくなる。いいですね。はい、わかりました。営業の仕事をしているときに何か問題があったことがありますか？もちろん。たまにお客様はいろいろ問題ある。例えば、プロダクトは多分、壊したとか、なんていうんだろう、いろいろ問題。だから、もっと助けないと、でも、そうだね。説明はちょっと難しい、でも。そうですね。いいですよ。そういういろいろな問題があったときに、ショーンさんはどんなふうにじゃあ解決してきましたか？一番大事は、本物の問題、分からなければいけません。そのとき、ちゃんと助けると思います。そうですね。何が一番問題なのかを分かることは大切ですよね。はい、そうですね。はい、どうもありがとうございます。よく分かりました。では、シフトについて伺いたいんですが、どれぐらいシフト入れそうですか？私のビザは、とりあえず1週間に30時間、働けるから、多分1週間に
あの、うん、3、4回ぐらい働けると思います。はい、わかりました。朝、昼、夜のシフト3つあるんですけれども、どれがいいですか？あの、私は、あの、もうすぐ、朝の学校行きますから、うん、あの12時まで毎日、うん、あの平日は12時までから、はい、多分昼か夜の方がいいと思います。うん、そうですね。もう週末の朝も多分大丈夫。あ、週末は大丈夫ですか？大丈夫です。うん、午前中始める学校は日本語の学校ですか？日本語の学校です。おお、なるほど。いいですね。うん。はい。では、私からはここまでです。ショーンさん、何か質問ありますか？店は、おしゃれな店でしょう。だから、あの、もう、いろいろバイトあったから、給料はどのぐらいですか？バイトの。バイトの給料ですね。応募要項、募集要項に書いてあったんですが、時給1200円です。OK。もう、私はレストランで働いた、毎日はまかないありましたから。まかないですね。はい。でも、武器屋さんから、多分、まかないがないと思います。そうですね。うちは、はい、洋服を扱っているので、残念ながらまかないはないんですけれども、うちのお店の商品を、優待価格 30% オフで買っていただくことができます。ああ、了解。それがいい。休憩の時はどのぐらいですか？そうですね、ランチとか。もし1回に入る時間が5時間であれば、うん、休憩は間に30分です。うん。あ、了解。はい。はい、大丈夫だ。はい。もう、私は今の銀行は、UFJ から、これは大丈夫ですか？給料の振り込みの話ですか？そうですね。あ、はい、はい、大丈夫ですよ。UFJ 銀行で大丈夫です。了解。はい。他にありますか？私はタトゥーとかピアスとかありますから、これは大丈夫ですか？そうですね。今見てそんなに大きくはないので、大丈夫です。うん。うん、嬉しい。はい。じゃあ、またこちらでご連絡するので、待っていてください。はい、了解。はい。他に質問、ごめんなさい。大丈夫ですか？もう大丈夫。大丈夫です。大丈夫。はい、わかりました。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、また連絡するので、待っていてください。はい、待ってますよ。そうすると、こう、立ちますね。で、失礼しました。すいません。いいですよ。はい、ありがとうございました。うん、そうですね。最後も、うん、失礼します。大事ですね。ああお疲れ様です。緊張しましたか？私の日本語はめっちゃカジュアルから、マスフォームとかあまり使わない。だから、うん、そうだね、ちょっと緊張した、そうだね、マスフォームとか敬語全然使わないから、多分面接はちょっと難しい。自然に話せない。はい。私もそう思いました。割と話のキャッチボール、会話のキャッチボールはとてもよくできているので、楽しい面接ができました。でも、うん、話し方ですね、です、ますにならないことが多いので、そこはやっぱり練習して気をつけていった方がいいと思います。
その、そうだね、そうだね、もう、はいとか、ええとか、そうですねとか、変えていく練習が必要ですね。うん、今のアルバイト先では、あまり敬語使いませんか？全然。全然使わない。多分、あの、ちょっとだけ、本当に。あ、そうなんです。あの、失礼しますとか。うん、ありがとうございます。でもアットホームな職場なんですね。そう、でも雰囲気はちょっとカジュアルだから、うん、あのおしゃれけどカジュアルだから、うん、多分日本人の同僚はあのいろいろ敬語を使うけど、うん、雰囲気はあのカジュアルの雰囲気あの、うん、みんな欲しいだから、はい、ちょっと違う。もう私はバーテンダー。お客さん、はい、あ、バーテンダーなんですか。そう、だから。かっこいいですね。じゃあお客さんとも割とカジュアルに話すんですね。そう、もう多分私はあの外国人もいないから、多分ご客様はあのカジュアル話す方はみんな、うん、多分面白いと思います。みんな好きと思います。うん、そうですね、うんうん。はい。面接でもきっと人にはよると思います。カジュアルな話し方でも OK な人もお店もあるかもしれないけれど、まあ、出てますがポピュラー一般的なので。わかった。わかったの。はい、マスも、はい、もちろん練習しない。うんうん。そうですね。あと、ですね、ここいろいろ質問書いたんですが、これは後で送りますね。きっと面接で聞かれるのは、うん、いつ日本に来ましたか、どれぐらいいられますか、うん、会社もお店もできるだけ長く働いてほしいと思うので、うん、まあ嘘は言わなくていいですけどなるべく、まあ、長めに言えるといいですね。でも嘘はいけません。はい。Okay. それから、うん、どうして日本に来たのか、きっかけ、トリガーとかリーズンを聞かれるかもしれません。あとは日本語がどれぐらい話せるか。で、さっき、ショーンさん、日本語は難しい、その難しい言葉にチャレンジしたいっていうふうに言っていたのですごくそれいいなと思いました。はい、ショーンさんのキャラクター性格がすごい頑張る人っていうイメージにつながるので、うん、あいいと思います。そしてそうですね、まあ、日本の印象とかいいところ、日本の困ったことももしかしたら聞かれるかもしれない。日本にいて大変なことありますか。あ、そうだね、うん、でもまあ家ありませんじゃなくて、トークバック、少しでも何か話せるといいですね。うん、分かった。そしてこれまでの仕事とか勉強の経験もきっと聞かれますね。なので、うん、ショーンさん営業の経験をさっきちゃんと話せていたのでとてもいいと思います。うんうん。うん、あ、性格とか長所と短所。Good point, weak point. 準備しておくといいですね。趣味とかも。うん、はい、うん。はい。で、まあ、いろいろあるんですが、最後に、ですね、これ。何か質問ありますかで、お給料についてはダメです。聞いちゃダメ。そうなの。うん、それは良くないですね。きっと、もう募集要項に書いてある。思うので自分で調べてください。うん、分かった、うん、そこはちょっと聞いちゃいけないですし、うん、質問も一つ二つはいいんですけれど三つ四つ五つは多すぎです。あ、分かった、うんうん、はい。なので銀行の振り込みのことも聞かなくてもいいと思います。まだ採用されるかどうかもわからないので、うんうん、採用します、働きに来てくださいになってから、あの振り込みの話は始まりますよね。うん、分かります、うん、はい。
ので質問はしてもいいですが、一つか二つがいいと思います。うんうんうん。はい。それから、まあ、これは仕事ですが、転勤、残業はできますか？アルバイトは、まあ、残業もありますよね。Okay. はい、その時は、あ、うん、そう？あの、その言葉聞いたことないから。ああ、なるほど。転勤は、こう仕事をする場所を変わることです。例えば、今、代官山のお店ですけど、今度、北海道のお店に行ってくださいとか。はいはいはい。うん、OK。もしくは、残業はオーバータイムですね。あ、それも、日本は会社残業多いですよね。その時に、うん、いや、私は外国人なので残業はしません。じゃなくて、うん、できる限り対応させていただきますがいいと思います。うん、まあやります、うん、やるかもしれませんみたいな感じですね。ポジティブな答え、うん、ポジティブアンサーで返して、うん、はい、うんうん、はい。あとそうだ、面接で今思ったのが、理由を言うときに何何、例えば日本料理は美味しいから、美味しいからよりは美味しいので、ので勉強したことありますか？わかるわかる、はい。のでの方が会話の時ソフトな印象なので、からよりのでの方がいいと思います。うん、わかった。うん。うん、はい、それがいいかな。何か質問ありますか？全体で。Yeah, I think for me, 英語ちょっと話していいんですか？はい、どうぞ。Yeah, like I think for me, like からので, for instance, it's like reflex から. Like I don't even, it's really, I have to really practice it, I think, because I don't even...I don't even think about it. It just happens. うん、すごいなので話すことに慣れてますよね。You are used to speak Japanese. It's very good. But sometimes you need to use this form, must form, ので。練習練習です。Absolutely. はい。But conversation skill is very good, very high. なので、とてもいいですね。And you always speak smiley face, so it's good impression です。はい。あと、アイコンタクトも良かったですね。ちゃんと目を見て話せるので、that's good point too. 大事と思う。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとう。はい、いいえ、こちらこそ。で、今日はまあトライアルなので、これからもしレッスン続けるようだったら、こういうプログラムですよっていうお知らせを E メールで送ります。わかった、はい。はい。その時はまあこういう会話の練習もできますし、こう、なんでしょう。教科書をシェアスクリーンして一緒に勉強したりすることもできます。その時はパソコンの方が大きいのでいいかもしれませんね。そうだね。じゃあこのワードドキュメントは後でスカイプの方に送りますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。If you like this clip, you can check the Kakehashi Japan website and you can take free trial lesson with Japanese native speaker for once. And if you like it, you can continue to take lessons with sensei です。それでは、良い休暇をお過ごしください。さようなら。お元気ですか？元気です。お元気ですか？はい、元気です。ありがとうございます。買います。買います。取ります。取ります。